その暴露されてる方々にとっては非常に危ない状況、戦々恐々としてる、めくられる方々っていうのは非常に大変なことになるだろうな。もしかしたら今度政界の方々の暴露話みたいなものが参議院議員選挙投開票日行われまして、なんとですね、NHK 党から出馬していたガーシーさんがですね、なんとリモート選挙で受かったということで、世界初じゃないですか、こんなリモート選挙で受かるなんて。ドバイにいるらしいですけれども、もしですね、彼が国会議員になったらですね、どうなるんだろうと。まずですね、当面日本に帰る気はないと。まあ、当面というのはですね、いつかは帰りたいっていうふうにおっしゃってましたけれども、もしですね、これ当面帰れないとなるとですね、リモート国会的なですね、こうなんか iPad かなんかを置いてですね、そこから参加するみたいなことがですね、もしかしたらあり得るのかな。まあ、実際ですね、令和新選組が、特定枠でですね、障害者、まあ、ALS かな、なんか体が全然動かない方がですね、国会議員になられたということで、バリアフリー、国会のバリアフリー工事なんかがですね、積極的に行われたなんていう話があるんですけれども、そのような形で、リモート国会というものがですね、もしかしたら実現するかもしれないなってのは一つあります。で、もう一つはですね、これはもう本当に彼の暴露話の信憑性についてのお話なんですけれども、多くの人たちはですね、どうやってその話が正しいか正しくないのかを判断しているかというと、これ実はですね、その話を論理的、科学的に解析をして、この話は正しそうだとか、この話はちょっと前唾だろうとかっていうふうに思ってるわけではなくて、大半の人たちはですね、誰が喋ってるか、それでですね、そのお話の信憑性を判断してるんですね。こういう偉い先生が話している、例えばお医者さんが話してる、この医療知識は正しいとかですね、僕が話してる話と、医者が話してる話だと、医学に関して言うと医者の話を信じちゃいますよね。それと同じでですね、その人のブランドだったり格だったり、そういったもので人々はですね、多くの人々は、いや俺はそんなことねえよっていう人ももちろんいるかもしれませんけれども、俺は大半の人はと言ってます。大半の人はそうやって物事の信憑性を判断している。ガーシーが国会議員になったことで、参議院議員になったことで、いやまさか議員がそんなね嘘みたいな話しないだろうというふうに考えてですね、ガーシーの話の信憑性がものすごい上がってしまうような状況っていうのはこれから来ると思います。だから彼にですね、暴露話をされている方々、芸能界の方々もそうだし、経済界の方々、もしかしたら今度政界の方々の暴露話みたいなものが来るかもしれません。そのことによって彼の話の信憑性、今回議員になったことでうなぎ登りに上がりましたということでですね、非常にその暴露されている方々にとっては非常に危ない状況なのかなっていうふうに思います。客観的にね。でこれまでですね、例えば週刊文春とかフライデーとかですね、老舗の、週刊誌、こちらに出ているですね、情報の方がむしろ信用されていたし、これからそのネタの垂れ込みですね、俺はこんなネタ持ってんだけどみたいな、そういった垂れ込みがガーシーの方にですね、集中してしまうような気がします。まあ老舗の出版社は結構ファクトチェックとかですね、そういったことも含めて、まあ割としっかりしてるんでしょうけれども、その分ですね、ネタの解禁が遅れたりとか、あるいはですね、言うても会社なんで、うぞうむぞうの圧力がかかったりする。それがドバイにいる国会議員のガーシーに通用するかというと、多分通用しないということで、戦々恐々としてる、めくられる方々っていうのは非常に大変なことになるだろうなっていうふうに思いました。まあ、全体を見るとですね、与党が、自民党がですね、過半数確保して、さらに言うと国民民主党、そして維新の会、こちらのですね、憲法改正に意欲的な政党、改憲勢力と言いますけれども、こちらの方で3分の2を参議院でも確保したということでですね、憲法改正についてのですね、機運が非常に高まるんじゃないかなと思います。まあ、憲法改正は いろいろね、ハードルがあって、発議をして、そして認められて国民投票をやってみたいな形でプロセスがあるので、まあ、それに必要な最低限の、ね、充足数を満たしたということで、非常に憲法改正についての議論が広まると思います。特にですね、憲法9条ですね、戦力を日本は保有しないと書いてありますけれども、事実上自衛隊は戦力ですし、交戦権もあるということでですね、この矛盾した状況を矛盾しない状況に戻すような作業がメインになると思いますけれども、こういったことが行われるんじゃないかなと。
私が応援した人で言うとですね、音竹ひどたたさん、やっぱり無所属でなかなか厳しかったなと、フリームチャンネルに出ていただいた猪瀬直樹さんはですね、当選されてましたね。ガーシーが国会議員になり、しかも NHK 党ですね、国政政党要件を満たすですね、2% を取ったということでですね、次の衆議院議員選挙、参議院議員選挙でもですね、国政政党として戦えるということで、まあ、今後台風の目になってくるんじゃないかなと思います。先日もですね、ガーシーの応援で、なんとYouTuber のヒカル君と青汁王子がですね、街頭演説をしててですね、政治家になるつもりがあるのかという話で言うとですね、まんざらでもないような感じでしたので、もしかしたら次の選挙に YouTuber たちがですね、退去して押し寄せるというような事態になるかもしれません。そうすると、政党変わるかもしれませんね。今12歳の、例えば小学校6年生、多分 YouTube とかいっぱい見てる世代だと思うし、そういった人たちがですね、6年でですね、18歳選挙権を持つんですね。さらに言うと今、中学3年生、15歳の子はですね、3年でですね、選挙権を持つということで、次の参議院選、衆議院選はですね、そういった方々、新しい勢力というのがドンと出てくるかもしれません。